閑散期でも稼働率 95% を上回る、誰でもいいから入居させるの、そんなことはございませんという、リーシンググループによるセミナーをさせていただきたいと思います。では早速なんですけれども、こういった3名が送るこのセミナー、はじめにということで題名にもあったんですが、稼働率 95% って本当なのと、そもそもの本当なのっていうところで、それが本当だったらこんなね、閑散期と呼ばれる今7月なんですけど、誰でも彼でも入居させてんじゃないの、閑散期ならではの空室対策って結局何やってるんですかと、いつもこう空室対策セミナーでわーってお伝えしてるんですけどもそれと何が違うのっていう、この2点に絞ってですね、セミナーさせていただきます。 95% 以上の稼働を維持する秘訣、閑散期の空室対策をこのお話ししていきますというところで始めていきたいんですが、現在の市況一体どうなっているのかというところで、閑散期と呼ばれておりますが、この全体ですね、不動産業界もそうなんですけども、市況いいよいいよと、巷では、お話が出てると思います。我々もよく、言葉にも出してお伝えしてますし、新聞とかにも、市況がいい市況がいいと書いてあるんですけど、実際どういう感じで市況がいいのかというところを木伏の方から、ちょっとご説明します。はい、こちらはですね、国勢調査から抜粋している資料になるんですけれども、我々 CFNET グループで管理の多いですね、首都圏の物件、東京都がですね 3.9% 増と、一番高くなっております。その他ですね、神奈川県も 1.2% 多くなっておりまして、東京圏ですね、東京、神奈川、埼玉、千葉ですね、3691万4000人、全国の3割ですね、占めておりますので、やはりこれからもですね、どんどん日本の人口、この首都圏に集まっていくっていうところは、この国勢調査から分かってくるんじゃないかなと思います。こちら人口のヒートマップと言われるものになるんですけども、赤色が濃ければ濃いほどそこに人が集まっているよといったマップになります。今出ているのが2023年のものですね。こちらやはりですね、東京中心とした首都圏だったり、関西の方でいうと大阪だったり兵庫、さらに下まで行くと福岡の方面ですね、この辺のいわゆる三大都市圏あたりはですね、やはり人が集まっているといった現時点のマップになります。そしてこちらが2050年、約25年後になりますね、大体。こちらもですね、変わらず首都圏賃貸需要のニーズっていうのはどんどん弱まることなく上がっていくんじゃないかなといった見込みを弊社の方では立てております。こちらが、実際にですね、昨年と、今年の稼働率の推移ですね、稼働率 95% 超えをずっと維持しておりまして、青が、昨年のデータになります。1月から、95.73%、 年末までですね 95% 以上ですね、ずっと維持して、こちら今年に入ってもですね、現在 97%、オーバーというところですね、非常に、高水準で、物件の稼働が回っているような形になっております。この下の部分、ここがちょっと大きいかなと思うんですけども、空室対策っていつもと一緒じゃないのっていうところで、ちょっとご説明させていただきます。以前ちょっとお伝えさせていただいたことがあるんですけども、空室対策戦略っていうところで、大きく2種類の空室対策の戦略が存在しておりますっていうところを先にお伝えさせていただきます。まずですね、マクロ戦略、ミクロ戦略とあるんですけれども、こちらは空室対策っていうと、例えばですけども、写真きれいにしましたとか、こういうセットアップ持っていきましたみたいな、こう一個一個のことを、空室対策にはなるんですが、そもそもそういった小さな空室対策たくさんあるものを2つに分けると、マクロ戦略、ミクロ戦略というこの中で動いているっていうような形になります。マクロは100分の90を狙うっていうところで、弊社の小川が YouTube でもお伝えしておりますが、需要の高いエリアだとか、そういったお魚に、例えて話しておりましたけども、海に魚がたーっているところにがっさりこう網を入れて、その網にかかった魚を取っていくっていうような、100分の90をガサッと狙うような戦略が、マクロ戦略。またミクロ戦略っていうのは、要するに一本釣りですよね。一本の竿で1匹を狙う一本釣り、1分の1を狙うミクロな戦略っていうところで、2種類存在しますよということをお伝えさせていただきました。こちらに関してはもちろんそれぞれメリットデメリットっていうのがございまして、今記載させていただいている通りなんですけども、こちらですね、両戦略を使い分けるということがまず重要になってきます。空室対策がどちらの戦略に入るのか、そしてその空室対策を行うタイミングですね、そういったところをしっかりと分析して当てていくっていうのが空室対策戦略の、この中での空室対策になります。
こちらですね、マクロ戦略の一例ということで、ポータルサイトの広告用写真重要性みたいな感じで書いてあるんですけれども、こちらがですね、ちょっと見にくいんですが、スーモとかアットホームとか、お部屋探しをされてる方がお部屋探し用のサイトでこう見るサイトになるんですけども、そちらで検索された時の写真の掲載ですね、ちょっと間取りがですね、すごくシンプルな間取りで、ワンルームでだいぶ狭いお部屋になります。10平米を切るお部屋のちょっとまあ特殊な物件ではあるんですけれども、まずこう振り返った時に、あ、お部屋が暗いよっていうところで、このお部屋の写真をですね、はい、明るく、ちょっとね、なんか写真自体、こう部屋全体を撮っている写真ではなくて、入り口から玄関からのアプローチを撮っているところなんですけども、これだけ明るくすることで、エンドユーザーさんがお写真を見た時に、まあ、携帯で片手で見るということが今おそらく主流だと思うんですけれども、パッパッパって出た時、暗い写真よりも明るい写真の方がまず目を引くっていうのがまず一番っていうのと、あとエンドユーザーさんがそれを見てお部屋への反響、あの仲介業者さんないし弊社に反響を入れてきてくださるので、この写真がですね、暗かったり、あと見逃されてしまう写真を入れてしまうと、もうその時点でもう広告がなっていないというところで、とにかくポータルサイトに掲載する広告用写真に関しては力を入れて、掲載をしていたというとか、まずマクロ戦略として一つあります。これ全部物件やってるのと聞かれることもあるんですけど、はい、全部物件やっております、はいはい、ではですね、実際にそういったデータを見て空室対策を行っていると言っているんですけれども、まずその空室対策、今マクロ戦略として、まあ、こういったことをやっていきます。全体の、あの視況感を見て、あとはそれに対する戦略として、最低ラインのマクロの戦略を行っていると、写真に関してもそうだし、はい、っていうところをお伝えしました、はい、で、その基準なんですけども、我々にはですね、こういった、空室フローチャートというものが存在しております。この空室フローチャートというのは我々独自のフローチャートになってまして、一つの物件が、まあ、空室になって募集をしました、最終的にお申し込みいただき制約になりましたまでのこの流れが、もしこの数値として、我々が反響数とかそういったところを見た数値がこの綺麗な逆三角形にならない場合、どこがへこんでるのか、どこが、まあ、へこみ、でっこみがあるのかっていうと、このエラーを見つけて、そのてこ入れが、まあ、ミクロ戦略にどん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 やっなっていくっていうところになります、はい。まあ、ミクロ戦略の一例のご紹介ということで、一つずつご紹介していきたいなと思うんですけれども、まず悩み1ということで、広告出してるのに反響が全くないよっていうのもよく聞くかと思います、はい、募集広告出してるのに全然うんともすんともなりません。ここはですね、ここの逆三角形の露出の部分に問題があるのではないかというところで調査していきます。はい、木伏さん、はい、行きましょうか。はい、行きます。はい。そうですね。先ほどの、フローチャートの一番の露出の部分に問題があるんじゃないかといったところで、まずですね、どういったところ、まあ、広告の質のところですね。まあ、こういったところで、デジタルステージングといいまして、まあ、実際現地に家具はないんですけれども、こういった家具を、配置するような、まあ、デジタル上で、うん、まあ、できるような、最近はソフトもございますので、こういったところで引っ越し考えられている方にですね、イメージしやすく、させてあげるといったところ、こちらは現地に行かなくても簡単にできてしまうような対策になりますので、こういったところもやっております。さらにですね、まあ、それでもちょっと難しいよといったところですね、次のスライドの方をお願いいたします。ありがとうございます。このようにモデルルームのセットアップですね、先ほどの何もなかったお部屋にですね、まあ、マットだったり机だったり、そういったものを置いてあげてですね、実際現地に内見足を運んだ際にも、こういったものが残っておりますので、そこでもですね、非常にこの生活感のイメージが湧きやすいといいますか、こういったところで入居だったり内見を促進させてあげるといったところをやっております。ここがですね、広告内容の、底上げの部分になります。ただこれだけじゃないんですよね。これだけではございません、はいはい、まず先ほど言った通り、まあ、みんなでですね、ローラー作戦で対策のリストを作って、広告募集していただいてですね、仲介業者さんを確認しておりますので、まずそこの仲介業者さんのアプローチをかけるわけですね。もちろん皆様が知っている仲介業者さんの方が沿道の方もですね、安心して、まあ、仲介をお任せできるんじゃないかなというところもございますので、まずはそういった大手さん、掲載の枠が余っていたら、この物件ぜひ掲載してよとですね、アプローチをかけてみたりとか、まあ、実際もうすでにアップいただいている業者さんでさらに決まってないところですと、まあ、どんな方が最近多いのかとかのリサーチだったりとか、まあ、より広告の写真新しいの載ったからこちらに変えてくださいだったりとか、
そういったところのアプローチをしっかり、ですね、まあ、長年やっていただいて信頼関係も、築けておりますので、そういった対等の関係でですね、仲介業者さんにアプローチしております。こういった形でですね、まあ、あの空室対策、マクロなところはもちろんなんですけれども、その物件に合ったミクロ戦略を行っているっていうところで、もちろんあの両戦略の使い分けが重要っていうところがまず大きな要になります。どっちかだけで、まあ、あの制約すればそれはもちろんあの早いに越したことはない。ただこの閑散期だからこそ、こちらのミクロ戦略に今注力ができるっていうところもありますので、そちらをですねしっかりと、我々リーシンググループの方で、あのこの閑散期ですね、これからまだまだ7月8月と暑い時期が続くんですけども、はい、そちらもあの手こ入れをしていきたいというような形でお伝えさせていただきました。はい、はい、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、こういった形で我々はあの閑散期も空室対策を行って、まあ、一軒でも多くご入居付けできるように邁進してまいりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。